今回は海上自衛隊の潜水艦が世界最強って噂を耳にしたんだけど、本当なのか詳しく調べて解説するぜ。潜水艦って言うと、深海を静かに進むイメージがあるけど、なんで最強なの？教えてマリサ。もちろん、詳しく解説していくぜ。みんなも一緒に、海上自衛隊の潜水艦がどれほどすごいのか、その秘密を解き明かしていこうぜ。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。まず海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由の一つ目は、その静粛性だぜ。静粛性？潜水艦って、そもそも静かに動くもんでしょ？まあ、一般的にはそう思われてるよな。でも、海上自衛隊の潜水艦は、他の国の潜水艦と比べても段違いに静かなんだぜ。例えるなら、忍者みたいに音もなく深海を進むことができるんだ。忍者みたいに？それはすごいわね。でも、なんでそんなに静かなの？いくつか理由があるんだけど、まず一つは累敵型と呼ばれる船体形状だ。累敵型？そう、潜水艦を真横から見ると、涙の雫みたいな形をしてるだろ？この形は水の抵抗を最小限に抑えるから、効率よく進むことができるんだ。なるほどね。でも、形だけじゃなくて、他にも何か秘密があるんじゃないの？もちろんだぜ。海上自衛隊の潜水艦は、スクリューの音や機械の音を徹底的に抑える技術が使われてるんだ。これによって、スクリューが水を切るときに発生するキャビテーションっていう泡の発生を抑えることができるんだぜ。キャビテーション？キャビテーションっていうのは、スクリューが高速回転するときに、水の圧力が下がって泡が発生する現象のことだ。この泡が弾けるときに大きな音が発生するんだけど、自衛隊のプロペラは、この音を大幅に減らすことができるんだ。へえ、そうなんだ。でも、スクリューの音だけじゃなくて、機械の音も抑えてるって言ってたわよね。その通りだぜ。海上自衛隊の潜水艦には、防音材や防振材がふんだんに使われてるんだ。これによって、艦内の機械の音や振動が外に漏れるのを防いでるんだぜ。まるで、忍者屋敷みたいな秘密がいっぱい詰まってるのね。まさにそうだな。これらの技術によって、海上自衛隊の潜水艦は、他の国の潜水艦が探知できないほど静かに、そして隠密裏に活動することができるんだ。まさに、深海の忍者ってわけだぜ。なるほどね。静粛性って、潜水艦にとってそんなに重要な要素だったのね。そうなんだぜ。特に、敵に見つからないように行動する潜水艦にとっては、静粛性はまさに生命線とも言えるんだ。確かにね、もし敵に見つかったら、攻撃されて沈んじゃうもんね。その通りだぜ。だから、海上自衛隊の潜水艦は、世界最高レベルの静粛性を誇ってるんだ。それはすごいわね。でも、静粛性だけじゃなくて、他にも何か秘密があるんじゃないの？もちろんだぜ。他にも、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由があるんだ。それはだな。それは何なの？早く教えて。海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる二つ目の理由、それは AIP システムの搭載だぜ。AIP システム？何それ？初めて聞いたわ。AIP システムは、Air Independent Propulsion System の略で、日本語だと非対機依存推進システムって呼ばれてるんだ。非対機依存推進システム？ますますわからなくなってきたわ。簡単に言うと、空気を使わずに潜水艦を動かすことができるシステムのことだぜ。空気を使わずに？潜水艦って、エンジンで動いてるんじゃないの？通常の潜水艦はディーゼルエンジンで発電して、その電力でモーターを回して進むんだ。でも、ディーゼルエンジンを動かすには空気が必要だから、定期的に海面に浮上してシュノーケルっていう艦から空気を取り込まなきゃいけないんだぜ。なるほどね。でも、AIP システムを搭載した潜水艦は、空気を取り込まなくてもいいってこと？その通りだぜ。AIP システムは、酸素と水素を化学反応させて電力を作るから、空気を取り込む必要がないんだ。へえ、そうなんだ。でも、それって潜水艦にとってどんなメリットがあるの？メリットはたくさんあるぜ。まず、浮上する必要がないから、敵に見つかるリスクが大幅に減るんだ。確かにね、潜水艦って、海面に浮上した時が一番危ないもんね。それに、AIP システムはディーゼルエンジンよりも静かだから、潜水艦の隠密性がさらに高まるんだぜ。それはすごいわね。まさに鬼に金棒ね。さらに、AIP システムはディーゼルエンジンよりも長時間稼働できるから、潜水艦の作戦行動範囲が格段に広がるんだ。なるほどね。AIP システムって、潜水艦にとっていいことずくめじゃない。そうなんだぜ。海上自衛隊の潜水艦は、この AIP システムをいち早く導入したことで、世界でもトップクラスの潜水艦としての地位を確立したんだ。AIP システムって、そんなにすごいシステムだったのね。そうなんだぜ。AIP システムは、
潜水艦の能力を飛躍的に向上させる革新的な技術なんだ。でも、そんなすごいシステムなら、他の国も導入してるんじゃないの？もちろん、他の国も AIP システムの開発や導入を進めてるぜ。でも、海上自衛隊は、AIP システムの運用実績や技術力で、他の国よりも一歩先を行ってるんだ。なるほどね、海上自衛隊の潜水艦は、AIP システムのパイオニア的存在ってわけね。まさにそうだな、海上自衛隊の潜水艦は、AIP システムの導入によって、潜水艦の歴史に新たな1ページを刻んだんだぜ。AIP システムの導入って、海上自衛隊の潜水艦にとって、まさにエポックメイキングな出来事だったのね。その通りだぜ、AIP システムは、海上自衛隊の潜水艦を世界最強へと導く、まさに秘密兵器ってわけだぜ。AIP システムの秘密、詳しく教えてくれてありがとう。どういたしまして、でも、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由は、これだけじゃないんだぜ。まだあるの？もちろん、他にも、海上自衛隊の潜水艦には、世界に誇る技術や装備がたくさんあるんだ。それは楽しみね、早く教えてほしいわ。落ち着け霊夢、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる三つ目の理由、それはソナーシステムの性能だぜ。ソナーシステム？また難しい単語が出てきたわね。ソナーシステムは、音波を使って水中を探知するシステムのことだぜ。音波で探知？イルカみたいね。例えが可愛らしいな、霊夢。まあ、原理的にはイルカのエコーロケーション反響定位と似てるかもしれないな。エコーロケーション？まあ、簡単に言うと、音波を発射して、それが何かに当たって返ってきた音を分析することで、その物体の位置や形、さらには種類まで特定することができるんだ。へえ、そうなんだ。でも、潜水艦って自分から音を出したら敵に見つかるんじゃないの？それはその通りだ。だから、潜水艦のソナーシステムは、とても高度な技術が使われてるんだぜ。どんな技術が使われてるの？まず、ソナーシステムには、大きく分けて2種類あるんだ。アクティブソナーとパッシブソナーだ。アクティブソナーとパッシブソナー？アクティブソナーは、自分から音波を発射して、その反射音を探知するんだ。一方、パッシブソナーは、自分からは音を出さずに、他の船や潜水艦が発する音を拾って探知するんだぜ。なるほどね。でも、アクティブソナーは自分から音を出すから、敵に見つかりやすいんじゃないの？その通りだ。だから、アクティブソナーは、敵に見つかるリスクを最小限に抑えるために、様々な工夫がされてるんだぜ。例えば、音波の発射方向を細かく制御したり、発射する音波の周波数を変化させたりすることで、敵に探知されにくくしてるんだ。へえ、そうなんだ。まるで、スパイ映画みたいね。例えが面白いな。まあ、確かに潜水艦の戦いって、ある意味スパイ合戦みたいなもんだ。でも、パッシブソナーは自分からは音を出さないから、安全なんでしょ？まあ、一般的にはそう言われてるな。でも、パッシブソナーにも弱点はあるんだぜ。例えば、海の状況によっては、遠くの音を拾いにくかったり、敵が特殊な技術を使って音を隠してたりすると、探知が難しくなるんだ。なるほどね。ソナーシステムって、一長一短があるのね。そうなんだぜ。だから、海上自衛隊の潜水艦は、アクティブソナーとパッシブソナーを組み合わせて、それぞれの長所を活かしながら、水中を探知してるんだ。それって、まるで、二人の名探偵が協力して事件を解決するみたいね。例えがうまいな、霊夢。まあ、そんな感じだ。海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる四つ目の理由、それは魚雷の性能だぜ。魚雷？潜水艦の武器のことね。その通りだぜ。海上自衛隊の潜水艦は、世界トップレベルの魚雷を搭載してるんだ。どんな魚雷なの？例えば、8級式魚雷って呼ばれる魚雷があるんだが、これはワイヤ誘導魚雷って呼ばれるタイプで、発射後に潜水艦から有線で誘導できるんだ。ワイヤ誘導？魚雷に線がついてるの？まあ、イメージ的にはそんな感じだな。このワイヤを通じて、潜水艦から魚雷に目標の情報や航路の修正を送ることができるんだ。へえ、そうなんだ。それってどんなメリットがあるの？メリットはたくさんあるぜ。まず、命中精度が格段に向上するんだ。確かにね、魚雷が勝手に目標に向かって進んでくれるなら、外れる心配がないもんね。それに、ワイヤ誘導魚雷は、敵の妨害にも強いんだぜ。妨害？例えば、敵が魚雷を回避するために、デコイと呼ばれるおとりを放出することがあるんだ。でも、ワイヤ誘導魚雷は、潜水艦からの情報で正確に目標を識別できるから、デコイに騙されることなく、確実に目標を攻撃できるんだぜ。なるほどね、ワイヤ誘導魚雷って、頭がいいのね。まさにそうだな。それに、8級式魚雷は、
長射程で威力も強力だから、敵艦船にとって驚異的な存在なんだぜ。それはすごいわね。でも、八九式魚雷以外にも、何かすごい魚雷はあるの？もちろん、例えば、一八式魚雷って呼ばれる魚雷があるんだ。八九式超魚雷の後継であり、おとり装置をはじめとする魚雷防御手段などへの対応能力向上や、深海域のみならず音響環境が複雑となりやすい沿海旋回域においても目標を探知攻撃できるんだぜ。海上自衛隊の潜水艦って、本当にすごい武器を持ってるのね。まさにそうだな。一八式魚雷は、海上自衛隊の潜水艦の攻撃力を飛躍的に向上させた、まさにゲームチェンジャーと言える存在なんだぜ。日本の魚雷ってすごいのね。そうなんだぜ。八九式魚雷や一八式魚雷は、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由の一つなんだ。魚雷の性能って、潜水艦の強さに直結するのね。その通りだぜ。魚雷は、潜水艦の攻撃力を左右する、まさに切り札とも言える存在なんだ。海上自衛隊の潜水艦が、世界最強の魚雷を持ってるってことがよくわかったわ。どういたしまして。でも、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由は、これだけじゃないんだぜ。まだあるの？もちろん、他にも、海上自衛隊の潜水艦には、世界に誇る技術や装備がたくさんあるんだ。それは楽しみね。早く教えてほしいわ。そして、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる最後の理由、それは乗組員の練度だぜ。練度？練度ってのは、訓練の度合いや熟練度のことを言うんだ。海上自衛隊の潜水艦乗組員は、世界でもトップレベルの練度を誇ってるんだぜ。へえ、そうなんだ。でも、潜水艦の乗組員って、どんな訓練をしてるの？潜水艦の乗組員は、過酷な環境での任務を遂行するために、様々な訓練を受けてるんだぜ。例えば、潜水艦の操縦訓練はもちろん、緊急事態への対処訓練、さらには長期間の閉鎖空間での生活に耐えられるための精神的な訓練も行ってるんだ。潜水艦の中って、閉鎖的な空間なのね。そうなんだぜ。潜水艦の中は狭くて、太陽の光も届かない。そんな環境で長期間生活するのは、想像以上に過酷なんだ。それは大変ね。でも、なんで海上自衛隊の潜水艦乗組員は、そんなに高い練度を誇ってるの？いくつか理由があるんだけど、まず一つは、海上自衛隊の教育システムが優れてるってことだ。海上自衛隊は、潜水艦乗組員を育成するために、独自の教育プログラムを開発してるんだ。このプログラムは、座学だけでなく、実習やシミュレーションなども取り入れて、実践的な能力を養うことを重視してるんだぜ。なるほどね。でも、教育システムだけじゃなくて、他にも何か理由があるんじゃないの？もちろんだぜ。海上自衛隊の潜水艦乗組員は、常に高い意識を持って訓練に取り組んでるんだ。高い意識？そう、海上自衛隊の潜水艦乗組員は、自分たちが日本の防衛を担ってるっていう強い自覚を持ってるんだ。だから、どんなに厳しい訓練でも、決して諦めずに乗り越えようとするんだぜ。それはすごいわね。まさに、日本の誇りね。まさにそうだな。海上自衛隊の潜水艦乗組員は、高い技術力と強い精神力を兼ね備えた、まさに精鋭部隊ってわけだぜ。海上自衛隊の潜水艦乗組員って、本当にすごい人たちなのね。そうなんだぜ。彼らの練度の高さは、海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由の一つなんだ。潜水艦の性能だけじゃなくて、乗組員の練度も重要なのね。その通りだぜ。潜水艦は、どんなに高性能な装備を持っていても、それを使いこなす乗組員がいなければ、宝の持ち腐れになってしまうんだ。確かにね、どんなに高性能な車でも、運転技術がなければ事故を起こしちゃうもんね。まさにそうだな。海上自衛隊の潜水艦は、高性能な装備とそれを使いこなす優秀な乗組員が一体となって、初めてその進化を発揮できるんだぜ。海上自衛隊の潜水艦乗組員の皆さん、本当にありがとうございます。霊夢、急にどうしたんだ？だって、私たちが安心して暮らせるのも、彼らのおかげなんだもん。感謝の気持ちを伝えたいわ。霊夢、それはいい心がけだな。これからも、海上自衛隊の潜水艦乗組員の皆さんには、頑張ってほしいわね。そうだな、彼らには、これからも日本の海を守り続けてほしいぜ。本日のお話はここまでだぜ。海上自衛隊の潜水艦が世界最強と言われる理由、よくわかったわ。静粛性、AIP システム、ソナー、魚雷、それに優秀な乗組員がいるからなのね。そうだな、これらの要素が組み合わさって、海上自衛隊の潜水艦は世界最強の名を欲しいままにしているんだぜ。日本ってすごいわね。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。
それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。